はい、どうもネクストフィットミヒアです。このチャンネルはですね、私インキャラフィットネス系のパーソナルトレーナーである、ネクストフィットミキアが主に栄養学を中心に、フィットネス系の人のためにですね、有益な情報を、お伝えするチャンネルでございます。で、今日私ネクストフィットミキアがですね、おすすめするのはですね、すいません、ちょっとカメラがちょっとこっちのこれぐらいですね。はい、すいません。かねてからですね、いろんな人からお便りをいただいてまして、ぜひ、ネクストフィットミキアさんのおすすめプロテインをね、教えてくださいって言われてましたんで、今日は、私ネクストフィットミキアが、おすすめする、プロテインベスト5を、発表したいと思います。はい、ということでございます。で、私、ネクストフィットミキアとしてはですね、やっぱりプロテインを飲む上で一番大事なのって味とか飲みやすさ、あと飽きないってことだと思うんですよ。それなんでかっていうと、やっぱり筋トレとフィットネスやってる人ってプロテインを1日その何回も飲むじゃないですか。大体私でも大体3回とか4回ぐらい飲むんですけど、なんで毎日ね、何回も飲むものなんで、やっぱり飽きなくて美味しいものじゃないといけないと思うんですよね。なので私はですね、飽きないようにいろんなプロテインをですね、常に家に取り揃えてるようにしてるんですよ。で、今あるだけでもない、もう大きいの、こんなにやん、こんなにこれもね、ということでね、いっぱい美味しいのを取り揃えて、その時の気分で飲むようにしてるんですよね。だ、うん、なので飽きなくて美味しいってことが一番大事で、やっぱりプロテインって飲むのがね、楽しみになるぐらいね、美味しいものが大事だと思うんで、主に今日はですね、味を中心にですね、おすすめランキングを作って、あとね、コスパとかね、クオリティとか安全性とかですね、いろんな選ぶポイントがあるんですけど、私としてはね、やっぱり美味しさ、あと飽きないとかね、そういうところを重視しております。はい、じゃあね、早速第5位から発表しましょう。第5位はですね、すいません、第5位はね、ケツバンでございます。これなんでかっていうと、本来ね、僕第5位はね、マイプロテインのストロベリージャム、ローリーポーリーをエントリーしてたんですけど、知ってる人は知ってると思うんですけど、マイプロテインってそのイギリスのね、会社のプロテインで、その輸入するプロテインなんですけど、めちゃくちゃ安くてめちゃくちゃ人気があるんだけれど、ちょっと前にですね、そのマイプロテインのカーボクラッシャーっていう商品の中に、粉ダニとかチャタテムシとか虫が混入してたっていう事件があって、その対応も日本人から見るとちょっとこの対応が悪いなっていう感じだったんですよね。だからさすがにちょっと進めにくいなって思って欠番とさせていただきました。はい、やっぱりその可能性としてはすごく低いんだけど、そういうダニのアレルギーとかですね、症状が出てしまって重篤になることもあるんで、すいません、今回第5位はね、ケツバンです。でもマイプロテイン、私個人的にはですね、そんな嫌いじゃなくて、個人的には飲んでます。でも勧めませんので、自己判断で飲みたい人は飲んでいただければいいと思います。で、実際ゴールドジムとか行くとですね、ジム仲間の人たち、マイプロテイン飲んでる人ね、いっぱいいます。やっぱりこれコスパが最強にいいです。だいたいね、セールの時に買うとね、5キロで8000円とかで買えるんですよね。そのセールも割引のパーセンテージが日によって違うんですけれど、コスパはもう多分最強ですね。僕の知る限りではこれより安いプロテインないです。あとね、おすすめの味としては、ストロベリークリームとかナチュラルチョコレートとか北海道ミルクとかね、いちご系とね、チョコ系が美味しいですね。で、一番のおすすめはね、ストロベリージャムローリーポーリーですね。はい、ということでございます。じゃあね、次行きましょう。第4位の発表ですね。第4位はですね、エクスプロージョンです。で、エクスプロージョンのね、メロン味がね、僕一番おすすめです。で、たまたま今日僕持ってるのはこれ、ミルクチョコレート味なんですけれど、たまたま今はミルクチョコレート味が家にあるわけで、ちょっと前まではメロン味を飲んでました。これ
3キロなんで、これ飲み終わるまで結構時間がかかるんですよ。こればっかり飲んでるわけじゃなくて、いろいろ飲んでるんで、たまたまこのミルクチョコレート味が家にあって、これもまあまあ悪くないです、味的には。で、やっぱりこれメイドインジャパンって、これ日の丸がついてる通り、その国産で重視するんだったら、まあ、マイプロよりこっちの方がいいかなと思いますね。はい、ということでございます。で、エクスプロージョンはね、コスパ的にはですね、3キロで5000円とか6000円ぐらいで買えるんですよね。だからまあマイプロテイン飲んでたんだけど、虫混入があってもうやめたっていう人はエクスプロージョンに移行してる人が結構多いですね。はい、ということでございます。で、ちなみにエクスプロージョン、今までね、僕3つしか味試したことないんですよ。メロン味とさっきのチョコミルクと、あとね、杏仁豆腐で、僕個人の意見だと杏仁豆腐はね、ちょっと苦手でしたね。はい、杏仁豆腐、そのエクスプロージョンの味ランキングで上位に入ってたからきっと美味しいと思ったんだけど、僕個人としてはね、あんまり合わなかった。でもメロン味とチョコミルクはまあ普通です。はい、でコスパは結構いいんで、これ飲んでる人多いですよね。はい、じゃあね、次行きましょう。次はね、第3位の発表ですね。第3位はですね、すいません、またこの場合ないんですけれど、B レジェンドのダンベル何キロ持てる響きのご褒美プリン風味です。まあ、B レジェンドご存知の方多いと思うんだけど、今 B レジェンドの手元にあるのはこのナルトですね。このソーダ風味、これもう飲み切っちゃったから袋なんですけど、あと最近買ったのがね、新しい味が出てたんで、パブロチーズタルト風味、これまあ普通です。味的に普通ですね。あとはね、これもそうです、ワンピース、これワンピースのね、これそう悪魔の実風味ってやつなんだけど、まあこれもまあ味的には普通で、でやっぱりね、ちょっと前にですね、お試しで買ってみたね、ダンベル何キロ持てる響きのご褒美プリン風味っていうのはね、美味しかったですね。はい、で B レジェンドって結構その品体にそういうなんかアニメのキャラクターとか、あとくまモンとか、あとミルキーとかとコラボして新商品をいっぱい出すんですよね。なのでミーハーの私としてはですね、なんか新しいのが出ると買ってしまうんですよ。で、響きのご褒美プリン風味はですね、このパッケージがですね、この今ないんですけど、すいません、この萌えキャラが、可愛い女の子のキャラが書いてあって、パッケージがめちゃくちゃ可愛いんだけど、可愛すぎてそれを職場に置いておくと、女性従業員から変な目で見られるんで、それだけね、気をつけてください。はい、ということでございます。味的にはね、美味しかったです。プリン風味ってそんなにないんで珍しいんですけど、甘くてね、美味しかったですね。で、 B レジェンドはね、コスパ的にはね、公式で買うと1キロ3200円とかそれぐらいですんで、まあ、やっぱりエクスプロージョンとかマイプロに比べると比較的高いんだけど、まあ結構美味しくてね、 B レジェンドも僕好きです。で、ちなみに B レジェンドでおすすめなのは、メロメロメロン美味しかったですね。あとくまモンのみかん味も美味しかったし、あとワンピースの何ですか、なんていうの、チョバ、よくわかんない、ごめんなさい、なんか鹿みたいなキャラの綿飴のやつ、あれもまあ甘くて美味しかったかな。あと筋肉マンとか北斗の拳とかもね、飲みましたけどね、まあいろんなキャラがあとコラボしてね、なんか新商品が出るとね、買ってしまうミーハーでございます。はい、じゃあね、次行きましょう。次はね、第2位の発表ですね。第2位はですね、すいません、ザバスですザバスゴールドジムとか行ってもザバス飲んでる人ってあんまいないんですよ。でもザバスって日本国内ではめちゃくちゃ売れてて、なんで売れてるかっていうと、まあ、スポーツ用品店でも売ってるし、そのドラッグストアでも売ってるんですよ。あと大谷翔平選手がイメージキャラクターやってますよね。なのでよく売れてるんですよ。でなんでゴールドジムとか行くと飲んでる人少ないかっていうとね、やっぱりね、コスパ的にね、やっぱちょっとね、高いんですよね。だいたい1050g のやつで4000円ぐらいなんですよ。でお得用のやつ買うともうちょっと美味しいんだけど、で僕がおすすめなのはザバスのリッチショコラ味です。
まあ、他のココア味とかも飲んだことあるんだけど、このねリッチショコラ味がめちゃくちゃ美味しいの。だからザバスをね2位に入れさせてもらいました。ちなみにこれちっちゃいパックなんだけれど、これなんで僕を持ってるかっていうと、僕あの出張するときにいつもプロテインをリュックの中に入れてるんだけれど、そのリュックの中のプロテインがなくなっちゃったから、しょうがなく近くのね松本清志行ってこのちっちゃいのを買ってきたので、リッチショコラ味をね買ってみたらね、めちゃくちゃうまい。もうとにかく濃厚なねチョコ味で、水に溶かして飲むだけでもう本当にハイクオリティのねチョコレートドリンク、もう喫茶店で400円で出てても全然遜色ないぐらいの味なんですよ。とにかくねうまい。こんな濃厚なねチョコ味のプロテインはない。でチョコ味のプロテインって今までいろんなメーカーのやつ試してきたんですよ。チョコ味ってめちゃくちゃスタンダードで、だいたいどこのメーカーでもあるから、もうダントツでうまいですよこれ。で選びました。でまあクオリティ的にもね、まあさすがにいいですよ、クオリティ的にも。はい、ということでございます。はい、なんだよザバスかよってね絶対コメント欄書く人いると思うんだけど、まあ美味しいから入れちゃいましたね。はい、じゃあじゃあ1位いきましょう。1位はですね、やっぱりね DNS のねいちごミルク味ですね。これはねやっぱり一番うまいですね。はい、これ DNS もこれスポーツ用品店とか行くと売ってるから手軽に買えるから、これ買う人多いですよね。でコスパ的にはね、あちょっと高いね、あの 1050g で4800円なんだよね大体。で 3150g のお得用だともうちょっと安くなるんだけど、まあやっぱりねエクスプロージョンとかに比べると高いんだけど、まあとにかくね美味しい。でやっぱりねいちごミルク風味、これが好きで DNS はもうこればっかり買ってますね。他の抹茶とかチョコとかも食べて飲んだんだけれど、やっぱりこれがねめちゃくちゃ美味しい。もういちご味に関してはこれの右に出るものはないです。なんかほんのりね甘酸っぱいフレーバーが入ってて、でそれ水に溶かすだけでも本当にねハイクオリティのいちごミルクになるんですよね。なんでもうご褒美としては筋トレの後とか、あとお腹空いた時のご褒美としてはもう DNS のあのいちごミルク風味か、もうでチョコ味が飲みたかったらザバスのリッチショコラ、もうこれ最高ですね。はい、ということでございます。あとは、まあ、やっぱりね値段がいいプロテインはね、チャックがね締まりやすい、うん、マイプロとかのチャックってなんかチャックが細くて全然締まらなくて、前僕マイプロの、プロテインをリュックの中に入れていたらチャックが中で開いちゃって粉まみれになっちゃったことがあるんでね、多分チャックが開いたっていうよりかは僕はちゃんと閉めてなかったのが悪いと思うんですけど、なかなか閉まらないからねイライラして結局閉まらないってそのままにするってことありますよね、マイプロだけど。やっぱり値段がいいプロテインはねチャックが閉まりやすいっていうメリットもありますけど、だったらこれ詰め替えればいいだろうっていう話なんですけど、まあ味最高です。はい、ということで、ネクストフィットミキアの勧める、プロテインベスト5でした。すいません5位欠番ですいません、まあ、それ以外にも美味しいプロテインっていっぱいあって、最初に試したのは、グロングのキャラメル風味、まあ、グロングも、まあ、比較的コスパが良くて、キャラメル風味今まで飲んだことなかったから試しに飲んでみたけど、まあまあ美味しかったですね。あとはですねこのまあバルクス、山本由伸先生のバルクスなんですけど、これも初めてね買って試しに飲んでみたんですけど、チョコレート風味飲んだんですけれど、まあ悪くないですよ。はい、美味しいです。はい、普通に悪くないです。あとはこれグリコのねパワープロダクションもね初めて試しに買ってみたんですけど、僕ストロベリー風味を試しに買ってみたんだけど、まあこれもね悪くないですよ。まあ悪いプロテインってそうないですからね、これも悪くないですね。まあそれ以外でもおすすめはね、あとファインラボおすすめですね。今回ランキングしなかったけど、ファインラボのメロン味とかストロベリー味、これサラッとしててね飲みやすいです。あと糖質の量がすごく少ないんで、糖質制限中でプロテイン必要な人だったらファインラボがおすすめで、あとはアルプロンっていうのも比較的コスパが良くて、それ
いちごミルク味とか飲んだことあるけど、まあ、それも悪くなかったですね。はい、ということでございました。ネクストフィットミキアでした。では皆さん、See you next time. Bye!